天ぷら大好き、ゆっくりマリサだぜ。ゼロ戦大好き、ゆっくり霊夢だよ。今日は、久しぶりに自作ゲームの紹介だぜ。なになに？このゲーム、ソロモン野州戦だぜ。ソロモン野州戦？ソロモン野州戦は、太平洋戦争における水上戦闘を再現するシミュレーションゲームだぜ。もしかして、戦艦ヤマトとかが活躍するのかな？ヤマトは登場するぜ。活躍するかどうかはプレイヤー次第だけどな。へぇ、面白そう。今回はこのソロモン野州戦を紹介するぜ。コンポーネントの紹介だぜ。まずマップだが、A1 サイズのフルマップが1枚だ。マップは一面濃い青色で覆われている。まあ海戦ゲームだから当然よね。マップはいわゆるヘイクスマップで、1ヘイクスが実際の1500メートルに相当するぜ。次にカウンターシートは1枚で、約12ミリ四方のカウンターが264個用意されているぜ。艦船は1コマ1席で、巡洋艦以上は全て艦名入りだぜ。あ、これはヤマトね。これは早見表だぜ。A4 両面印刷で、同じものが2枚用意されているぜ。あとは艦船のデータを表すデータシートが A4 両面印刷で2枚。その他、ルールブック、シナリオブック、そして記録シートなどが入っているぜ。ルールブックはどれぐらいなの？ A4 で20ページだぜ。20ページか。例によって後半は選択ルールとか、デザイナーズノートなので、基本ルールだけなら14から15ページだぜ。それなら私でもなんとかなりそうかな？シナリオは計16本。有名な第一次ソロモン海戦やサボトー沖海戦などのほか、マレー沖での日英艦隊の激突やレイテ沖での日米艦隊の激突といった仮想戦シナリオ、さらには複数回の海戦を連続して戦うキャンペーンシナリオも含まれているぜ。ソロモン野州戦といっても、ソロモン海域以外の戦いも含まれているのね。ゲームシステムの説明だぜ。ソロモン野州戦は、一般的なターン制のシミュレーションゲームだぜ。1ターンは実際の5分間に相当する。手順としては、まずダイスで主導権を決め、主導権を得た側が先行か後攻かを選択する。続いて移動、砲撃、雷撃をそれぞれ先行、後攻の順で行う。先行と後攻はどっちが有利なの？移動の際には後攻が有利だが、砲撃や雷撃では先行が有利だぜ。全般的には、どちらかといえば先行が有利だと思うぜ。だったら主導権を取ったら、先行を選ぶのが定番ね。移動は先行側が1移動力分移動し、続いて後攻側が1移動力分移動する。このように両方のプレイヤーが1移動力ずつ交互に移動し、両軍が全移動力を使い切った時点で終了だぜ。面倒くさそう。まあ移動力は最大でも3なので、それほど面倒ということはないと思うぜ。そうかな？移動が終わると砲撃になる。砲撃はまず先行側が全ての砲撃を解決し、続いて後攻側が全ての砲撃を解決する。そうか。先行側の方が敵に対して先にダメージを与える可能性があるから、先行側が有利というわけね。そういうわけだぜ。砲撃はまず命中判定を行い、命中弾数を決める。命中弾が得られたら、命中弾の数だけ損害判定を行うぜ。このスケールで命中判定は1発単位なの？面倒じゃない？そこがソロモン野州戦のすごいところだぜ。命中判定が1発単位なのに、全然手間がかからない。だから艦隊戦闘を戦いながらも股間の性能差を楽しむこともできるぜ。本当かな？こんなゲームとか、こんなゲームみたいに、単なる砲撃力と防御力の比較で解決するんじゃないの？これを見るのだぜ。これがソロモン野州戦のユニットね。そうだぜ。ユニットに装甲圧や四方のタイプが記載されており、46センチ砲と40センチ砲の威力の違いを実感できるようになっているのぜ。本当かな？雷撃戦についても魚雷1本単位で命中判定を行うタイプだぜ。しかも魚雷が実際にマップ上を走っていくぜ。魚雷がマップ上を走っていくの？そうだぜ。だけどさ、マリサ。魚雷がマップ上を走っていくのなら、狙われた側は簡単にかわせるんじゃない？だって魚雷がどこに向かって走っていくのか一目瞭然でしょ？そうなんだが、ソロモン野州戦の雷撃戦システムは、そこに一工夫してあって、魚雷がちゃんと命中するんだぜ。どういうこと？詳しく書くと長くなるのでここでは省略するけど、実際にプレイすればすぐにわかると思うぜ。なんか楽しみ。もう一つソロモン野州戦で特徴的なのが指揮システムだぜ。指揮システム？これは艦隊運動の指揮統制を表したルールだぜ。両軍とも一定の指揮ポイントが与えられており、その範囲内で艦隊運動や砲雷撃を行う。例えば船が等速直線運動を続けるのなら指揮ポイント消費が不要だが、向きを変えたり、速力を変えたりする場合には指揮ポイントの消費が必要になる。なるほど。ただし先行艦についていくだけなら指揮ポイント消費が不要だぜ。そうか。だから単従陣が有利なのね。さらに砲撃や雷撃を行う場合にも指揮ポイント消費が必要になる。
指揮ポイントの範囲内でしか砲雷撃できないので、とにかく撃っておこうというような無駄撃ちが少なくなるぜ。これは良いアイデアね。無駄撃ちが減れば、プレイ時間が短くなるし。それだけではないぜ。え、他に何かあるの？霊夢、水上戦ゲームといえば、どんなイメージがあるか？そうね。サイコロを振る機会は多いけど、あまり頭を使わない。要するに運の死ゲーム、ということかな？そこまでは言ってないけどね。だけどソロモンや終戦は違うぜ。え、どういうこと？指揮統制ルールがあるので、自由に動けないのがミソだぜ。だけど自由に動けないということは、作戦の立てようがないんじゃない？それは違うぜ。自由度が少ないからこそ、一つの決断に重みが出てくるんだぜ。例えば変身するタイミングを間違えたとしよう。普通の回戦ゲームなら、すぐに元の進路に戻して、適切なタイミングで再度変身すればよい。しかしソロモンや終戦の場合、指揮ポイントが足りないと元の進路に戻すことができない。余震場元進路に戻れたとしても、指揮ポイントを大量に消費するので、砲雷撃に回す指揮ポイントがなくなる。つまり決断をミスると、攻撃のチャンスを失うだけではなく、一方的に撃たれる危険性もあるということ？わかりやすい例が史実の日本海海戦だぜ。あの海戦でもし日本艦隊の敵前回答が不適切なタイミングで行われた場合を想定しよう。日本艦隊はロシア艦隊から一方的に撃たれまくって、さらに反撃の機会をつかめずにロシア艦隊を逃がした可能性があるぜ。今一つイメージがつかめないけど、そんなものかな？さらにソロモンや終戦の場合には魚雷発射についても考慮しなければならない。魚雷発射は比嘉の位置関係が重要になる。だから自分の雷撃力を有効活用するため、あるいは敵の雷撃力を無効化するため、艦隊運動が極めて重要になるんだぜ。要するに指揮ポイントの制約下でいかにうまく艦隊を指揮するかがプレイヤーの腕の見せ所というわけね。関連商品としては、まず雑誌水上戦ナンバー1だぜ。これは雑誌形式の読み物で、水上戦ゲーム紹介、雷撃戦戦術、ユニット列伝、追加シナリオなどが掲載されているぜ。追加シナリオでおすすめのは天気統合作戦。これは沖縄戦で日本海軍の第一遊撃部隊と米戦艦軍との交戦を描いた仮想戦だぜ。第一遊撃部隊？もしかしてヤマトが登場するのかな？そうだぜ。ヤマトと米戦艦6隻の対決だぜ。いくらヤマトでも1対6では厳しそうね。そうだな。このシナリオはいわば滅びの美学的な楽しみ方のシナリオだな。ちょっと残念。次が姉妹作品である欧州海域戦だぜ。こちらはソロモンや終戦と同じシステムで欧州海域の水上戦を再現するゲームだぜ。こちらはビスマルクとかも登場するのかな？当然だな。ビスマルクだけではなく、英独仏位その主要艦艇は全て登場するぜ。そってソ連のこと？そうだぜ。第二次世界大戦のソ連海軍ってほとんど活躍したって話を聞かないけど。そうだな。だからソ連海軍が登場するのは仮想シナリオだけだぜ。まあ、そうよね。最後にソロモンや終戦の入手方法を教えてよ。こちらの URL にクリックしてほしいぜ。わかったわよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録お願いします。このページで扱ってほしい市販シミュレーションゲーム、自作シミュレーションゲームがあれば、コメントください。可能な限り対応します。ただし、ウプ主がプレイしていないシミュレーションゲームはご勘弁だぜ。